セットプレーのチャンスを迎えています。ボールのところには田中裕介、ふわりと浮かしたボール、ヘッドの後ろ、右足のシュート、決まりました。セットプレーからプレストが先制。シュートがね、ちょっと、強いシュートじゃなかったのが幸いしましたよね、はい、最後決めたのは藤本浩太、まあ、打った瞬間は少しジャストミートできなかったのかなという印象を持ったんですが、ちょっとタイミングを外すような形になりましたよね、ヘッドで落としてダイレクトで打ってきました。いいコースできましたね。